聞く、開花メルマが、2018年12月17日、お楽しみ様です。一般社団法人、海賀 GPE、グローバルピースエデュケーション、村松大介です。本日も、お聞きくださっている皆さんが、最高の自分を発揮し、素晴らしい一日となるよう、開花より応援しています。本日の、開花メッセージ。 意図的に集中に入る方法。メルマガ読者より質問をいただきました。ありがとうございます。以下、読者からです。いつも素晴らしいメルマガをありがとうございます。よくメモしながら楽しく拝読しています。今日のメルマガ、集中と相乗効果の記事もおかげさまで、じわーっと読ませていただきました。メルマガ本文中のリンクをご参照ください。 ところで、集中の入り方、持続のさせ方に関して、ぜひ、村松さんに聞かせていただきたいことがあります。今、やりたいこと、大目的、A を達成するために、何か、すごくやりたくない作業や、興味のないこと、B もやってみる、というチャレンジをしています。何かやるべきこと、B があり、または、やると決めたこと、B を、その作業、B、パソコンにて書類作成や、あまり好きではない勉強、 仕事に、自分、勇気を振るい起こして、手をつけたまではいいけれど、その後気が散って、集中、フロー、またはゾーン、に入れず、気が散ってすぐ別のことを考えていたり、別のことをやってしまって一向に作業が進まない、という状態がよくあります。集中の入り方、そして長く続く方法を、教えていただけますでしょうか。また、やっているうちに、やる気は後からついてくる、ということで、 ひとまず作業に取り掛かり、集中ができない時であっても、気が散らないようにするコツなどありましたら教えていただけますでしょうか。村松さんなら、また合気道や空手、また、相撲やフィギュアスケーターなどは、こういったリラックス、プラス、集中状態へ、意図して入る技もよく体得されているだろうと思いました。無意識で入っていることはありますが、意図して入る技を身につけたいです。 教えていただけますと嬉しいです。よろしくお願いいたします。以下、村松です。そうですね。確かに必要なことですよね。私が意図的にその状態に入るときはどうしているかというと、そのモードを目指すことはせず、1、そのモードを思い出す、2、そのモードに浸ることをしています。慣れてくると思い出すことよりも瞬時に、 浸っているような感覚が強いです。寒い日にお風呂に入ると、周り中がお湯で、全身がじわーって幸せな状態ですよね。あんな感じに、お風呂の中で、幸せのお湯に全身浸る感覚を、日常。歩いているとき、運転しているとき、メールを書いているとき、などに浸る感覚に入る。そのような感じで、あなたが集中高く、さらさらアイディアが湧いているときを、 肉体に覚え込ませておいて気が散りそうな時に思い出させてあげるんですね。開花トレーナーの方々が3ヶ月半年と感謝業自分褒めをやり続けてくると仕事の密度が全然違う。アイデアがどんどん降りてくる。以前批判してきた人に久しぶりに会って批判されたけど引きずられずそう思うのね。とぶれずに会議で伝えたいことを言えた。 というようになってきています。他に気を取られず、私が何をなすのか、ということに存在できています。これは、自分褒めによって自信がつき、周りからどう思われるのか、ということには、左右されなくなっているからですね。まさに、環境に左右されず、環境に作用するというモードです。ご自身がどのような、パラレルワールド、周波数帯に存在するか、ということですね。 集中モードを目指すことと集中モードに浸ることとは存在しているパラレルワールドが違いますよね。目指しているときは集中のパラレルワールドに入っていません。浸っているときは集中のパラレルワールドに存在していますよね。あとはもし仮にやりたくない仕事 B があってやりたい仕事得意なこと A とがはっきりしているときはやりたい仕事得意なことに突き抜けた方がいいです。 日本の教育では全科目やりましょうという考え方がつくように学習していますが、突き抜けるためには、好きを極めることがベストです。あとは、やりたい好きなこと A とやらねばならない手間 B があったとして、A と B が並列で横並びではないです。A の出来事に乗っている楽しいという気持ちと B の出来事に乗っている我慢してやるという気持ちとでは、 ヘルツが違います。楽しいの方がヘルツが高い、軽やか、アイデアが湧く、いろいろなご縁と繋がりやすい。我慢してやるの方はヘルツが低い、重い、アイデアが湧かない。疲れる、ご縁が繋がりにくい状態です。なので、もし仮に B をやるときは、ずっとそれをやらなければではなく A の楽しい、おいとしながら B をやってみてくださいね。 心のヘルツは A の楽しいを持ちながら B を行うことです。最終的には B のやりたくない業務は人に頼むことをされてみてくださいね。私の場合、市町村税、確定申告、法人税などのことを考えるのは非常に停滞してしまうので得意な方会計士さんに頼んでいます。そのことを年間で20時間考えるよりも会課のセミナー内容を 20時間考えた方が、ずっと効率が良く、また有料でも、専門家に頼んだ方が、専門家は半分以下の時間でやってくれるから、です。そうやって、自分自身を活かす方を意図しています。参考になれば幸いです。以上、まとめると。1、集中の世界に浸る。2、感謝業。自分褒めをやり、自分軸を整え、ミッションに向かい、ぶれなくする。3、 B の時も、A の気持ちで行う。4、B は人に任せ、得意を突き抜ける、です。いつも最後までお聞きくださり、ありがとうございます。では、お聞きくださっている皆さんにとって、素晴らしい一日となりますように。